ーらパワーアップしたろ。スプリガムって言って宝物の番人とかなんとか呼ばれてる妖精さ。スプリガンはいろんなところにいるよ。いろいろ探してみようよ。ねえねえ、スプリガン探してみようよ。暇があったらな。よっしゃ、絶対な。ガッツ、今のうちに少し休んだら？何かあったらすぐ声かけるから。悪いがそうさせてもらう。頼んだぜ。ダジャ。なぜグリフィスを追わないの？行こうよ、あいつのところへ。この女が大切なの、グリフィスよりも。グリフィスの残した痛みを感じていたいから大切なんじゃないの？グリフィスへの憎しみを忘れないように、この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。こうすればもっと深く深くグリフィスとつながる。やめろ！お前は望んでいる。大丈夫か、ガッツ。うなされてたみたいだけど。おめえに心配されちゃうな。相変わらず口は悪いな。まいっか、街道はこの先だよ。行こう。気付けの一発。黙ってる暇はねえんだ。お前、なんだこいつら。大方この辺りでのたれ死んだ傭兵どもだろう。楽院に引かれて。キャスカを頼んだぜ。おお、安心してぶった切れ。来い。Ugh!
そうか。ズタズタにしてしまえ。あいつがしたよ。取り付いてやらせたことなんだからさ。本当にそう言い切れるのか。俺ではないと。さあさあ行こうな、ガッツ。うわひでえな。成仏してくれよ。何をしている。おや、あなたは確か黒い剣士と一緒にいた。貴様、黒い剣士はどこだ。ガッツの兄ちゃんか。知らねえよ。こっちだって探してんだ。探してる。剣を教わる約束をしてんだよ。貴様、隠すとためにならないぞ。知らねえっつってんだろ、偉そうによ。おめえらこそなんでガッツの兄ちゃんのこと追いかけてんだよ。お前には関係ない。行くぞ。俺が手を下すまでもないな。お邪魔しまーす。おい、あんた。おい。今のは。こっちのことを任せちょけ。治療とも違う。一体どうなってんだこの館は。来るな、来るな、来ないで。やめて、もうこれ以上は。
久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ？ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツ、ベビー。死んじまったってか？はっ、確かにな。あれから随分辛い旅を続けてるようだな。おめえ昔言ってたよな、自分で貸し取る何かが欲しいってよ。それがどうだ、見つかったのかよ、その何かってな。違う、俺はお前たちの鷹の団の恨みを。恨む？恨むだって？勘違いするな。それが大将のためとなればなおさらだ。確かに残酷な最後だったけど、あんな結末だったからこそ俺は信じたい。俺たちの生きた命に意味があったんだと。俺はグリフィスを恨んじゃいない。わかるか、おめえがまだ半端にあの世とこの世の間でズルズルと生き延びてる理由が、グリフィスにとっておめえの命がその程度の重さでしかないってこった。でなきゃおめえもこっち側にいるはずだからな。あのおめえが俺たちの恨みを晴らすだと？はあ、おこがましってんだよ。俺たちは腐っても鷹だ、鷹の団だ。恩大将に刃を向けられて黙っている兵士はいない。お前がグリフィスと戦うというのなら、よせ、やめろ。行くぜガッツ。どうなってんだか、一体。覚悟するんだな、ガッツ。これまでだ。この感触、もっと戦うだろう。お前に教えてやったろ。行くぜ野郎ども。まだいける。強いな。ざまねえな、ガッツ。いつかこんな日が来ると思ってたぜ。てめえのその苦しそうな面、拝みたかったぜ。やりやがったな。やろうってのか、父さん、この野郎。おめえは所詮そんなもんなんだよ、ガッツ。グリフィスの足元にも及ばねえ。嫌だな、ガッツ。やめろ。てめえは俺たちの恨みを晴らすために戦ってるんじゃねえ。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はっ、綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え？来い。待ってよ、ジルス君。わっ。
逃がさない。一体何が。さあな、何にしてもゾッとしねえだろ。クワバラクワバラ、行くぞ。いいもんですね、こういうしんみりしたのも。いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか、黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。あの男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力に振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーゼ様、黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めて、まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。